中日に1広島7日バンンテリンドーム7日にバンテリンドームで行われた中日広島戦前に男女混合4ピースバンド緑黄色社会の長屋春子さんがセレモニアルピッチを務めた見事なノーバウンド投球を披露しファンもノーバウンドすごいナイスボールなどと喜んでいた背番号555の中日のユニフォームポニーテールで登場した長屋さんは緊張の面持ちでマウンドへ 大きく振りかぶって投じた球は見事なノーバウンドで保守のミットに吸い込まれたすると会心の笑顔でガッツポーズを見せた後ろでは3人のメンバーも同じように投球動作をしながら見守っており大役を終えると飛び跳ねながらハイタッチで喜んだ愛知県出身の緑黄色社会はメンバー4人中3人が中京大中京校出身だ この日は同校出身の高橋宏斗投手が打者役を務め、投球後には拍手を送った。さらに記念撮影では広島の堂林翔太内野手、中村健と外野手も集結して、同窓会も行われていた。長屋さんの始球式には、フォーム可愛すぎた、セレモニアルピッチめっちゃ良かった、雰囲気めっちゃ良きかよ。可愛い、いいフォームでした、などとファンもコメントしていた。 5日からの今3連戦は、ブルーサマーフェスティバルとして、野球観戦、と、音楽、の進化型夏フェスをテーマに開催されており、緑黄色社会も試合後にライブを行った。愛知県出身ということもあり、いつも身近に感じていた中日ドラゴンズ。燃えよドラゴンズのメロディーは、もちろん完璧に頭に入っていますと話していた長屋さんが、華麗な一頭でチームを勇気づけた。 チームはサヨナラ勝ちで3連勝を決めた。